あ、こういう時間を切り取ったりとか、こういう空間を切り取ったりとか、そういう人の思いを、思いなのかな、わかんない、なんか人がどうこうじゃなくて、私はこれを切り取りたいから切り取ったっていう、そういうすごいこう至極自己満な自己満だけど、あ、生きててよかったなってまた思ってしまいましたよね。皆さんのおかげでこちらに来れたっていうことが、あ、これを書かせてもらうために来たんだなって分かったので、ありがとうございます。